え、本当に魔法石を探しにドワーフ鉱山へ行ったんですか？え、いやー、まさか本当に行くなんて、しかも魔法石を持って帰ってくるなんて思っていませんでした。粛々と退学手続きを進めてしまっていましたよ。なんて野郎なんだぞ。俺様たちがとんでもねえ化け物と戦ってる時に。化け物？モンスターが出てきたんすよ。ほんとめっちゃえぐいわ、強いわで大変だったんすけど。詳しく話を聞かせてもらえますか？ほほう、炭鉱に住み着いた謎のモンスター、それを4人で協力して倒し、魔法石を手に入れて学園に戻ってきたと。いや、協力したつが、たまたま目的が一致したというか。なんだこいつ、いい大人が突然泣き出したんだぞ。この私が学園長を務めて早10年、ナイトレイブンカレッジ生同士が手と手を取り合って敵に立ち向かい打ち勝つ日が来るなんて。僕はこいつと手なんか繋いでいません。俺だってやだよ、気持ち悪いな。つか学園長年いくつ？私は今猛烈に感動しています。今回の件で確信しました。あなたには間違いなく猛獣使い的才能がある。ナイトレイブンカレッジの生徒たちは皆闇の鏡に選ばれた優秀な魔法師の卵です。しかし優秀がゆえにプライドが高く、我も強く、他者と協力しようという考えをみじんも持たない個人主義かつ自己中心的なものが多い。ほとんどいいこと言ってねえんだぞ。あなたは魔法が使えない。ですが、おそらく使えないからこそ、魔法を使える者同士をこうして協力させることができた。きっと、あなたのような、へえへえ、ボンボンな、普通の人間こそが、この学園には必要だったのです。全然いいこと言ってなくね？あなたは間違いなく、この学園の未来に必要な人材となるでしょう。私の教育者の勘がそう言っています。トラッポラ君、スペード君、二人の退学を免除するとともに、あなたにナイトレイブンカレッジの生徒として学園に通う資格を与えます。なんせ私とびっきり優しいので。ですが一つだけ条件があります。あなたは魔法が使えない。魔法師としては論外です。満足に授業を受けることすらできないでしょう。そこでグリム君、君は今日魔法師として十分な才能を持っていることを私に証明しました。よって君たち二人で一人の生徒としてナイトレイブンカレッジの在籍を認めます。ふな、俺様もこの学園に通えるのか？卒業係じゃなく生徒として？はい。ただし、昨日のような騒ぎは二度と起こさないように。いいですね。ふな、俺様。ふな、やったんだぞ。それでは、ナイトレイブンカレッジの生徒の証である魔法石をグリム君に授けましょう。わ、魔法石？本来生徒は魔法石がついたマジカルペンを使うのが決まりですが、その肉球ではうまく握れないでしょ。特別カスタムです。ああ、なんと細やかな気遣い。私優しすぎませんか？やったんだぞ。かっけえんだぞ。俺様だけの魔法石の首輪なんだぞ。全然話聞いてませんね。いいですか？ご覧の通りグリム君はまだ人間社会に不慣れです。君がしっかり手綱を握って騒ぎを起こさないよう監督するように。すげえじゃんお前、入学したばっかでもう監督生になっちゃったわけ？なるほど、お前たちの寮に寮生は二人だけなのか。つまり学園長にグリムの監督を任されたお前が監督生ってことになるんだな。
前代未聞なんじゃねえの？魔法が使えない監督生なんてさ。いいね、クールじゃん。魔法が使えない監督生。頑張れよ、監督生殿。なるほど、監督生ですか。ちょうど頼みたい仕事もありますし、肩書きがあるのは都合がいい。いえ、素晴らしい。監督生君、あなたにこれを預けましょう。これは通称ゴーストカメラと呼ばれるものです。あ、そればあちゃんに聞いたことあるかも。すっげえ昔の魔法道具っすよね。すっげー昔というほどでも、ご本確かに君のひいおばあさまかひいひいおばあさまが子供の頃に発明されたものかもしれません。このカメラには特別な魔法がかけられていて、被写体の姿だけでなく魂の一部をも映し取ることができるのです。魂の一部？メモリーとも呼ばれています。そしてこの魔法のカメラの面白い点は、撮影者と被写体の魂の結びつきが深くなると写真に写されたメモリーが飛び出してくるところです。撮影者が被写体と親しくなることにより、写真が動画のように動いたり実体を伴って抜け出したりするようになるんです。面白いでしょう。映ったものが抜け出す？まるで心霊写真じゃないですか。ええ、だからゴーストカメラと呼ばれたそうです。まだ動画のない時代、より鮮明に思い出を残すために開発されたものらしいですが、スペード君の言う通り、昔の人は飛び出したメモリーを見てゴーストだと驚き、このカメラで写真を撮られることを非常に恐れたんだとか。なんか人騒がせなカメラだな。監督生君、あなたはこのカメラでグリム君や他の生徒たちを撮影し、学園生活の記録を残してください。タンタラン、俺様がかっこいいところじゃんじゃん撮るんだぞ。特にああいうお調子者が悪さをした時には必ずメモリーを残しておくこと、私への報告書代わりにうってつけでしょ。監督生としてしっかり周囲に目を光らせ記録を取るように。魔法師でなくても使える希少な魔法道具を気前よく渡すなんて、私の優しさ天井知らずじゃありません。さて今日はもう遅い。詳しい話は明日にしましょう。皆さん寮に戻りなさい。では失礼します。